メンディ、破産。先日行われた裁判の結果、およそ2年間にわたって争われていた性的暴行事件について無罪を勝ち取ったバンジャマン・メンディ。先日はフランスリーグアンのロリアンに加入したことで話題になったが、かなりの金欠状況にあるという。2021年に逮捕されてから所属していたマンチェスターシティからの給与支払いは差し止められてしまい、長い間無収入の状態となっていた上、裁判費用200万ポンドおよそ 1.8 億円以上を要したようだ。ミラーの記事によれば、その影響によってバンジャマン・メンディはかなりの負債を抱えており、それが80万ポンドおよそ 1.4 億円ほどまで膨らんでいるそうだ。現在マンチェスター近郊に所有している500万ポンドおよそ9億円の家も買い手を探している状況で、不動産業者によって売りに出されているとか、すでに彼の破産手続きは進められているが、自宅の売却の状況を見るために10月4日まで判断は延期されているとのこと。そして、メンディの会計士は無罪判決を受けたことにより、マンチェスターシティと未払い給与の支払いを求めて交渉していると明かしていたそうだ。その額はおよそ900万ポンドから1000万ポンドおよそ 18.1 億円に上るとのこと。これってシティが払うの？訴えた女が払えよ。シティが払うのおもろすぎるでしょ。女に払わせろよ。普通に訴えてきた女に払わせりゃいいんじゃねえか。さすがにシティもかわいそう。これはシティが払うのは意味わかんなくね。冤罪を引き起こした女がメンディを養いなさい。シティが払うのは変だから代わりにメンディにシティの弁護団つけてやって、女とマンチェスター警察から絞り取れるだけ絞り取ればいい。それでも足りなかった場合はオーナーがポケットマネーからお小遣い上げてやってくれ。シティってか警察訴えた方が良さそう。マンチェスター警察出番やぞ、責任取れよな。さすがにかわいそうだな。ずっとネタにされ続けて、給与も支払われなくて、プロ選手としてのキャリアも失われてなんて。無罪のレイプ疑惑で職失って破産とか地獄だね。かわいそうすぎる。普通にかわいそう。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。